キーポンです、9月ももう半ば過ぎの状態になってくるんですかね、シルバーウィーク真っ只中という形なんですけども、だいぶ涼しくなって季節も過ごしやすくなってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとまあ今仕事がバタバタと忙しい時期でもあるんですけどもね、今日の動画はちょっとまた面白い道具を仕入れたので、それを紹介する動画を作っていこうと思います。今日紹介するのはですね、 EDC フラッシュライトなんですけれども、まあ僕ちょっと趣味の一環で LED の、まあ、フラッシュライトを結構ちょこちょこ集めたりするんですけども、まあ LED フラッシュライトっていうのは、まあアウトドアで活用したりですね、災害用の万が一の備えとしても、まあ一家に一台あったものの方がいいものなんですけども、 EDC って言われる、まあエブリデイキャリーですねの、フラッシュライトも集めると結構ね楽しいんですよ。でちょっと今日紹介するのは、以前にもちょっと紹介してるんですけども、トラストファイヤーさんっていうメーカーからですね、非常に小型で、普段から持ち運べるようなですね、まあキーチェーン型のフラッシュライトですかね、まあそういったものが出てたりするので、今日はそれをちょっと紹介しようと思います。その製品がこちらになります。じゃん、2つあるんですけれども、これトラストファイヤーさんのですね、ミニ X って言われる、キーチェーンフラッシュライト、まあ、EDC フラッシュライトですね。でこれなんで2つあるかというとですね、実はこいつとこいつ、実は同じような形なんですけど、ちょっと種類が違いまして、片方にはですね、普通の LED ライトプラス、UV ライトかな、まあ、ブラックライトの強い版みたいなやつですね。もう一つの方には LED ライトプラス、赤色の LED が、付属してついているという、こうちょっとまた別の機能を有した2つなんですね。で今日はちょっとこの2つを詳しく、紹介していこうと思います。まず1個ずつやっていきましょう。こっちがですね、多分 UV ライトの方かな、だと思うんですけども、よいしょ、中開けるとこんな感じです。よいしょ、僕色目ネイビーを選んでるんですけど、かっこいいんですよ。ちょっとね、アルミチックというか、なんかすごく高級感がある仕様になってますね。こいつが本体です。ちっちゃいですよね、親指と比べてもこんな感じです。でまあこいつが本体で、中に付属しているものはすごくシンプルなんですけども、充電用のこれタイプ C ですね、タイプ C のケーブル、それからですね、キーホルダーに引っ掛けられるようなこのリングがついています。で説明書、まあ内容自体は非常にシンプルなので、よ、まあ日本語訳もありますね、ちゃんと日本語訳もある感じです。この辺はちょっと後で詳しく説明しましょう。よいしょ、こいつとでもう一個の方、よいしょ、これも基本外観は全く一緒なので、僕はあえてですね色を変えました。よいしょ、こっちはグレーですね、グレーの色味を選んでます。こいつも渋くてかっこいいですよ、非常にかっこいいです。で、装備品は全部中一緒ですね、なので割愛します。でこいつら何が気に入ったかっていうと、やっぱりね、この、まあ、フォルムもそうですけど、非常に高級感があるんですよ。でかつ僕結構小型の LED、まあ、EDC ライトも持ってるんですけど、やっぱりその LED の EDC 型っていうのは比較的丸型が多くてですね、要は円柱型っていうんですかね、これね平らなんですよ。でこれ平らの何がいいかというと、まあ、EDC ライトって持ち歩いたりとかですね、僕の場合っていうのは例えばそのバイクのキーとかにくっつけてあったりするんですけど、暗い時にこう見えやすいんですね。丸型の円柱だとですね、やっぱりちょっとゴロつくんですよね。でただこの細さでこの平らな状態になっていると非常にこうコンパクトになってですね、あんまりこう違和感がないんですよ。まあ、その辺がすごく気に入ったポイントでもあります。でこういった長方形型の平たい LED、まあ、EDC ライトって僕持ってなかったので、すごく興味を湧きましたね。まあこんな形です。で、作りは非常にシンプルになってます。で、充電口がここにあります。よ、タイプ C ケーブルで充電できるような形になってます。
で、これカバーがついてるってこと、これ IP の66かな。なんで、生活防水と、防塵かなの、基準っていうのは高いレベルでこう確保されてる感じですかね。まあ、見てわかる通り、その他水が入る箇所っていうのが全くほぼないのでっていう形です。で、こいつがスイッチになってます。で、ここがライトですね。で、ライトの部分、これ2つ見ていただくとわかる通りに、LED ともう一つの、まあ、こっちは確か赤色だったと思うんですけど、赤色の LED がついてると。で、もう一個の方に関しても同様に LED と今度は UV ライトが入ってるといった形ですね。で、これちなみにどういった用途で使うのっていう部分なんですけど、もちろん日常使いしてもいいんですけども、まあ、UV ライト、それから赤色 LED って実はそれぞれですね、特徴があるんですね。まず UV ライトの方なんですけれども、 UV ライトの方っていうのは、まあ、ご存知の通りブラックライトの延長上にあるものなので、実は殺菌効果があるって言われてます。で、その他、まあ蛍光塗料を反射するっていうこともあるんですけど、日常使いの部分で言うと、まあ、今コロナとかが流行ってからですね、やっぱりその消毒殺菌とかっていうことが改めて注目されている世の中になっていると思いますが、まあ、そういったものをですね、まあ、簡易的なものではあるんですけども、照射することができるというところが一つ面白いメリットかなというふうに思います。例えばアウトドアとかキャンプ行った時にですね、寝る前にスマートフォンをこう LED ライトで、まあ、UV ライトでこうバーッと1分ぐらいですかね、照らしてあげることで殺菌効果が出たりするのかななんていうふうに思っています。で、もう一つのこの、赤色 LED ですね。で、この部分に関してはこれもちょっと今 LED っていろいろ研究が進んでてですね、虫が寄ってこないとか、まあ、多分調べてみるといろいろ出てくるんですけども、この赤色の部分に関してはですね、防虫効果があるって言われてるらしいです。これは僕も実際効果検証したことないんで、今度試してみようと思うんですけども、これ厳密に言うと虫が寄ってこないというよりも、虫ってまあ飛んでこう集まってくるあれが多いんですけども、赤色の場合ってですね、そのなんていうんですか、平衡感覚をこう崩すような、光になってるんですって、虫からすると。なので、飛べなくなるらしいんですよね。なんで蚊とかが寄ってこないっていうふうに一応メーカーの方では、スペックに書いてました。なので、アウトドアでこう持っていった際にテントのインナーテントの中にこの赤色 LED を照射してたりすると蚊がまあ飛び回らなくなるよみたいな、そういう効果があるらしいです。本当かどうかわかんないですけどね。で、まあ、この製品きっかけに LED いろいろ調べてみたんですけど、意外と効果があるんですよね。いわゆる LED ライトと普通の電球っていうんですかね、それを外に出した実験みたいのもあるんですけど、 LED ライトの方には虫が集まらないとかですね。で、実はこの赤色 LED ってその今育毛かな、要はその髪の毛を生やすっていうところに対してレーザー効果として非常に効果がありますよと、かつ人体に優しいですよみたいな効果が出てるものもあるらしいです。もちろん波長の強さとかにもよるんでしょうけどね。まあ、そういったものがあります。ちょっとうんちく長くなっちゃいましたけども、じゃあ実際にですね、この製品ちょっとライトを点灯していきましょう。これまあボタン一つなので、非常にシンプルです。で、このボタン長押しでライトオンになります。一回つけます。これ豆電球モードで、モードはですね4つあります。この小ささで4つモードあるんですけど、これが豆電球モードで、で次がですね、よいしょ、もう一回押すと、これローモードになります。これローモードで明るさ30ルーメンですね。結構暗い部屋だと結構明るく見えますが、ちなみに豆電球モードは1ルーメンです。で、時間で言うと152時間持ちます。で、このローモードの30ルーメンは372分持つって書いてますね。で、それからもう一回押しますよ。これミドルモード、これミドルモードは90ルーメンあります。明るいですよ結構。そしてさらによ、これマックスのハイライト、これめちゃくちゃ明るいですね。画面だとちょっと見にくいかもしれないんですけど、320ルーメン、この大きさで320ルーメンって本当 LED の進化ってすごいと思いますね。で、これで、一応、ハイモードで、連続点灯で56分なんで、約1時間持つような形になります。で、さらにもう一回押すと、また豆電球モードに戻ると。
で、これ、電源を切る際には、このボタンを長押しです。長押しでオフになる形です。で、まあ、今のが通常の LED ライトなんですけど、じゃあもう一つの方のライト、これをどうやって切り替えるかというと、長押しをですね、さらに長押しする。まあ、1.5秒ぐらい長押ししてライトオンなんですけども、約2秒ぐらいかな。長押しすると、これ赤色の方ですね。赤色 LED が点灯します。こんな形です。で、これをこうインナーテントに吊るしておくとですね、虫が寄ってこないらしいです。これは試してみたいですよね。実際本当にそうだったとしたらすごいと思いますね。まあ、僕は赤色の LED のマグライトみたいなのを持ってるんですけども、結構明るいですよ、この大きさで。で、さらにこれボタンをもう一回押すと、要は SOS 信号ですね。シグナル上にこういった点滅のモードになります。で、さらにもう一回押すと元の通常の LED ライトに戻るといった形。だからちょっとこれもう発想の転換なんですけど、こういったライトをですね、機能的な部分で活用するという部分で EDC にまとめたってところが面白いかなというふうに思ってます。で、これオフするときは同様にこれを長押しでオフ。で、またつけるときは1.5秒で普通のライトになるという感じですね。こいつが赤色の方です。赤色結構光量あったと思います。で、続いてこいつが UV ライトですね。で、これも同様、長押しでライトつきまして4段階、1ルーメンとローモードで30ルーメン、ミドルモードで90ルーメンの、ハイモードで320ルーメン。めちゃくちゃ明るいです。こんな形になってます。で、もう1回押すとオフになると。こんな感じですね。で、お楽しみの UV ライト、これちょっとやってみましょう。で、ちなみに電源オンするとですね、ちょっと見にくいんですけど、ここライトが緑色に点滅します。これインジケーターになってまして、緑と黄色となんか4色ぐらいになるんですよ。で、それで電池の残量がわかるみたいな形になってますね。で、さらにこれ長押しすると、これちょっとわかりますかね、青っぽく光ってんの、これが UV ライトなんですよ。そう、赤色に比べて光量はかなり少ないと思います。で、これで効果があるのかどうか正直分かりませんが、こういった製品をこうやって照らしておくことで殺菌効果があるのは間違いないと思います。なので、外出した際にですね、ちょっとこういうふうに、まあ、これキーホルダー状になってますんで、吊るしておいてこうやってやっておくだけで殺菌効果があるのかなみたいな、そんな感じで思ってます。まあ、光量自体はあんまり強くっていうか大きくないので、どの程度効果があるのか分かりませんが、まあ、こういった形ですね。で、これももう一回ボタンを押すと、こういった形でシグナルモードですね、いわゆる点滅するようなモードに変わります。で、もう一回押すと元のモードに戻る。で、僕はこの UV ライトですね、UV ライト、ちなみにホコリとかがこうやってやって光って見えたりするんですけども、これをうまくこう活用できたらなっていうふうには思ってますね。まあ、殺菌効果、もしくは例えば箱の中にライトを照射した状態で入れて、その中で殺菌をするみたいなのもありなんですかね。まあ、どういう使い方がいいかって、ちょっといろいろ応用が効くんじゃないかなというふうには思ってます。で、こんな形ですね。なので、自分の使う用途に合わせてですね、好みで、どちらかを選んでもいいですし、僕の場合はこの2種類興味あったんで2種類手に入れましたけども、非常に面白いかなというふうに思っています。ちなみに今僕のバイクのキーチェーンにこうやってぶら下げてみました。こんなイメージなんですよ。わかりますかね。これADV150 のバイクの鍵なんですけども、それに対して平らだとやっぱりね、すごくフィットするんですよね。で、ADV の鍵よりもちっちゃいぐらいな感じです。ほんとね、これいいんですよ。まあ、こういうのジャラジャラ僕はつけてるんですけど、そういうところに対してこう丸型だとどうしてもこう違和感が出るんですけど、こういう平らなやつだと非常にマッチすると。で、かつやっぱこうアルミ調というかですね、この渋い形の色とフォルムがもう最高にいいと思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね、トラストファイヤーさんから出てる EDC フラッシュライト、ミニ X のキーチェーンフラッシュライトの紹介動画でした。こいつね、なかなか気に入りましたよ。非常にかっこいいです。
で、やっぱりこの形がいいんですよね。で、あと材質、非常に高級感があってですね、まあ、バイクとか、車の鍵とかに一緒にくっつけておくにはベストマッチするんじゃないかなというふうに思います。これ確か僕はグレーとネイビー選びましたけど、色も5色ぐらいあったので、興味ある方はリンクを見てみるといいと思います。で、用途に合わせて、まあ、赤色なのか UV なのかっていうのを選べばいいと思いますね。女性の方とかってネイルとかジェルネイルとかって確か UV ライトで固定できると思うんで、まあ、そういったものにも使えるかもしれないですね。わかんないです。それは試したことないので。まあ、ただいろんなこう使い用途があるものなのかなというふうに思います。で、やっぱ日常で持ち歩く部分にはこの平らな形っていうのがね、非常にいいんですよ。ほんとこれ形的には USB のフラッシュメモリーでしたっけ、そういったものと全く、似たような形してんですけど、何が何だかって感じですよね。ただこういうものをやっぱ日常持ち歩いてると何かあった時にやっぱり便利だっていうのと、アウトドアとかやった際にもですね、それぞれの用途で、使い方がまあいろいろ応用が効くと思うんで、興味のある方はぜひ調べてみるといいと思います。今日はですね、トラストファイヤーさんから出てる EDC フラッシュライトですね、ミニ X の紹介動画でした。動画の最後にはチャンネル登録のリンクも貼り付けてありますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。